東京オリンピックから3年、次の舞台は芸術の都パリ。ここテレキンミュージアムでは地元ゆかりの名手をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、トランポリンの森ひかる選手です。トランポリン女子日本代表森ひかる、国内最高峰の高さと高度な技を持つ日本随一の選手。重圧に負けた東京大会から3年、次こそはチャームポイントの笑顔で日本を照らす。さあ今日もですね、テレキンスポーツキャスター、はい、任命させていただきました。よろしくお願いします。もう説明の必要がないと思いますけれども、オリンピック2大会連続金メダリストの金城梨紗子さんです。よろしくお願いします。森ひかる選手も前回大会も出てましたけど、交流とかってあるんですか？そうですね、オリンピックの選手村とかではないんですけど、合宿をよくやってる施設の中で何回かすれ違ったり挨拶したことはあって、はい、そんな感じですね。喋ったりも？あ、そうですね、金沢学院と、いうことで、私も地元石川県だよっていうふうに話して、そこから少しお話ししたりとかしてましたね。どういう印象ですか？本当なんか明るくて、なんていうんだろう、本当可愛らしい気さくな子ですね。そうですよね、で本当にいつも明るいイメージがあるんですけれども、東京オリンピックではちょっと残念な結果に、終わりました。その時は世界チャンピオンとして、挑んだんですけれども、まさかの予選敗退ということで、あれからが3年が経ちました。今の思いを聞いてきました。パリオリンピックにもし決まったとき、自分は どんな思いになるのかなっていう心配も少しあったんですけど、今日こうしてパリオリンピックの代表に決まったことをすごく嬉しく思います。3年前の東京オリンピック、最初の3回宙返り、2回宙返り、そして3本目の3回宙返りまでを絶対にミスをしたくない。まず3回宙返り、この後、マジ、これはちょっとマジか。森ひかる、ここで演技が止まってしまいました。いや、これは世界選手権で優勝し、勢いに乗った状態での東京オリンピックでまさかの予選敗退。オリンピックの1ヶ月前から技が怖くなって、ジャンプも飛べない日が続いて、すごく苦しいことも多かったんですけど、どんな日も一日も逃げた日はなかったですし、ここに来るまでしっかりやれることは全部やってきたので。幼い頃から成績を残し、トランポリン漬けの毎日だった森選手ですが、その後しばらく競技から離れることに。卒業生59名、代表吉田。あの涙から8ヶ月後、大学の卒業式に森選手の姿がありました。東京オリンピックが終わってから、私はこの先どうしようかととても悩みました。たくさん休憩をして、いろんな経験をしてみて、その上でやっぱり私はトランポリンが好きで、トランポリンが楽しいなという気持ちを取り戻すことができました。そして2ヶ月後、東京オリンピックで優勝した選手に金メダルをかけてもらったんですが、すごくかっこよくて、私もこれ欲しいっていうふうに思いましたし。パリオリンピックの目標は？そうですね、やっぱり一番いいのは金メダルだと思います。パリに向けて再始動しました。徐々に調子を取り戻した森選手は、一昨年の世界選手権で3年ぶりに頂点に、そして今年のパリ代表選考会ではダントツで再びオリンピックの切符をつかみ取りました。オリンピックってなってもやること自体は変わらないと思いますし、特別なことをやるっていうよりかは常に
変わらず今できることを一生懸命やることと自分の気持ちに正直に全ての気持ちを楽しみながらやっていきたいなっていうふうに。本当幼い頃から活躍していたからこそ、うん、東京からの挫折乗り越えるのってすごい大変だったでしょうね。そうですよね、うん、梨紗子さん思わず映像を見てちょっと、うん、いやもう涙がね、私もすごく印象に残っているので、はい、もういつ見てももう思い出して涙が出そうになりますね、うん、本当ですよね、はい、で多分ですね我々よりも同じアスリートとして、はい、なんか分かる部分もあるのかもしれない、ね、そうですね、私もね、まあ、競技は違えど私も挫折したことはありますし、そうですね、共感できる部分はありますね、はい、ちょっとこの流れで行きにくいんですがお願いします。ここで梨紗子の見どころ、ありがとうございます。挫折をどう乗り越えるかというところでもあるんですけれども、はいはい、こちらですね、挫折をしたからこその強さという、うん、そうですね、はい、挫折をしてから少し休憩を挟んでまたトランポリンを好きな気持ちを取り戻したって言ってたように、うん、私も挫折した時、東京オリンピックの予選の時に少し挫折をして、その時は一旦レスリングから離れて家族との時間を取って休んで、レスリングに対する初心を取り戻してからまた復活していったので、きっと挫折する前のひかるちゃんよりもきっと今の方が人間としても強くなってるんじゃないかなと思いますね、はい、実際にその梨紗子さんも何か変わったんですか、具体的に。挫折を乗り越えた後、そうですね、なんて言うんだろう、まあ、これを乗り越えたから自分は大丈夫だっていう風に、 あれがあったから自分は強くなったんだっていう風に、うん、挫折を自信に変えることができましたね、はい、なるほど、乗り越えた自分に自信持てるってことですね。そうですね、まあ、こんな苦しいことはもうないだろうっていうくらい辛い思いをしてきたので、きっとひかるちゃんもそうなんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、で、やっぱり挫折もあっていろいろと経験されているんですけれども、切り替えっていうのはアスリート大事だと思います。本当そうですね、はい、やっぱ張り詰めた時間がすごくアスリートは長いので、まあ、休憩も大事だなと思います。そうですね、はい、でそこで森ひかる選手がどういう息抜きをしているのかというところなんですけれども、はいはい、こちらですね、ネイルです。森ひかる選手といえばネイルですけれども、本当にいつも会見になるとまずネイルを見せてくれるっていう、はい、ですね、これ歌舞伎だそうですよ。あ、本当だ、これはそうですよね、歌舞伎、歌舞伎、日本をイメージしたいというのは東京大会の時でしたよね。そうですね、東京オリンピックの時、はい、綺麗ですね、ですね、梨紗子さんもネイルが好きだそうで、私も息抜きでよくやってますね、はい、本当梨紗子さんも会うたび違うネイルをしている、はい、てます、はい、そうですね、キラキラさせてます私も、はい、森選手も結構テンションが上がるっていうふうに言ってたんです、はい、やっぱりそうですか。私もテンション上がりますね、やっぱ手元ってやっぱ自分でもすぐ目に入る場所なので、はい、練習前でも可愛いなと思って自分の機嫌は自分で取ろうというふうにやってますね、可愛、はい、いなって思ってから、はい、挟められるんですね、まあ、テンション上げないといけないんですからね、はい、テンション上げるためにね、はい、やってます、改めてそのトランポリンのルールに関してなんですけれども、はい、実は私知らなかったんですけど、梨紗子さんトランポリンやられてたんですね。そうなんですね、子供の頃これいつ頃ですか。小学校3年生4年生ぐらいだったかな、確かそれぐらいな気はするんですけど、ですよ、なんか練習とかじゃなくて、はい、ちゃんとこれ大会の写真、あ、そうなんです、石川県の、はい、私シンクロで出てて確か、はい、一応県サンバにはなったんですけど、3位でも、これひかるちゃんのオリンピック選手紹介するところでこれいいなって、いや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 、やっぱり身体能力が高いから何やってもあれですか、レスリングにつながると思って、いや全然もう飛ぶのが楽しくて、あ、そうなんですか、やりたいって言ってやってました。でもやっぱいざこうやって競技としてやるとすごく繊細で難しい競技だなっていうのは子供ながらに感じてた記憶は、はい、あります。難しかった、難しいです。でもかなり飛びそうですよね。いや、梨紗子さんかなりワンパクでしたからね、はい、幼い頃何ですよ、知ってるみたいなお母さんからいろいろ、はい、まあでもね、トランポリンのこともよく知ってる、よくというか、ルールはね、多少違うかもしれないですけど、はい、難しい競技っていうのは本当よく身をもって実感したことはありますね。で改めてなんですが、はい、まあ、大体20秒くらいで10回飛びます、うん、で、演技点だったり、難度点、移動点など、まあ、合計して、点数が出るっていうことなんですけれども、うん、東京オリンピックの森ひかる選手もそうだったんですが、1回失敗してしまうと、うん、もうなかなか上位には入れない、そうです、一発勝負っていうところですね、はい、うん、そこで今日2度目の梨紗子の見どころ、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、行きます、
はい、これです。集中力のメリハリ。ほう、あと私は東京オリンピックの時なんかはコロナ禍ということもあって、はい、1ヶ月前からあの合宿所に缶詰状態というか、うん、まあ、でもやっぱ練習では試合に向けてやっていかなきゃいけないので、はい、うん、練習の時はもう高い集中力をずっとキープし続ける、うん、まあ、1ヶ月間それを、ね、ずっと続けるとやっぱり疲労も溜まってしまうので、うん、練習する時はしっかり集中する、休む時は休むっていう風に、うん、あのうまくメリハリをつけてやることを意識してましたね。で、本番の時にこう 100% の、そうですね、試合時間の時はもう高い集中力のまま維持し続けるというふうに、はい、大事ですね。いやー、すごい大事だ、はい、じゃあ最後にちょっと森選手に一言、うん、はい、エールをお願いします。ヒカルちゃんも2回目のオリンピックということで、うん、あの世界チャンピオンになったり、その後にオリンピックで挫折をしたりとか、本当いろんなことを経験してきての2回目のオリンピックだと思うんですけど、うん、あの本当たくさんの経験をしてきたヒカルちゃんは世界チャンピオンに初めてなった時よりも人間として間違いなく強くなってると思うので、うん、あの次のパリオリンピック本番では、まあ、オリンピックだからって言って深く考えすぎることなく、うん、トランポリンが好きっていう気持ちをあの演技で見たいなと、はい、ヒカルちゃんの笑顔をまた見たいなと思いますね。伊坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介したのはトランポリンの森ひかる選手。東京大会では笑顔で飛べませんでした。ただあれから3年、その悔しさの分、誰よりも高く、そして美しく跳躍します。自分の気持ちに正直に、その時その時でできることを一生懸命、そして楽しんでいけるように頑張りすぎず